巨人、数年おきに化け物を育てる。松井、阿部、坂本、岡本、秋広優、松井国民的スター、阿部、保守史上二人のみの2000本安打、400本塁打、坂本、生きるレジェンド、岡本、2年連続2冠王、5年連続30本塁打継続中、秋広優。なんで阿部がカッコつきやねん、岡本よりずっとすごいやろと。育成の巨人。巨人の本物を育てる力は悔しいけど認めざるを得ないわ。秋広ほんま羨ましいわ。秋広順調やな、器用すぎるのだけが心配や、大谷みたいに大きいの狙ってほしいわ。阿部坂本は化け物やけど、岡本は守備走塁あかんからそんなに大稼げんし格落ちなんよな。秋広も打つだけの人になったら岡本止まりや。新ヒーローの登場で優勝も見えてきてやばい。強奪下手なのに強奪しまくるのはやめた方が良い。こういうスターはどこの球団に行こうが頭角を現すやろ。育成の巨人やな。高卒育成はロマンあるな。浅野もこうなると良いな。そのスパンを少しずつ短くしていけるように頑張ってください。約7年のサイクルかな。長すぎじゃね。投打ともに最低でも5年に1人ずつ欲しいな。欲を言えば3年に1人。少なくとも巨人は育成が下手は印象論。こちらはプロ野球チャンネルです。最後までご視聴いただきありがとうございました。高評価でやる気が上がります。他にも面白い情報を最新で知りたい方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。